おはようございます。ちょっとちゃんが取れてますこれ取れてます、大丈夫。なんかあれですね、撮影の合間が短くないですか、前回から。何ですか。あ、なんでか知ってますそれもうね動画がないのよ。ないの。絵がないのよ、最近あんまり行けてなくてそう。元気にしてました。元気してましたよ。元気してました。はい、よかったそれは今日はね、はい、ここね、まあもうおなじみって言ったらですけど、元住吉の小津通り商店街です。はい、ゆうさんももう結構来てるでしょ。結構来ましたね。ここもね、はい、そしてね、やっぱこう初心に戻ろうということで、はい、以前にも来ました響さんに。あ、響さん、はいですね、来ました。なんでかっていうと、はい、案件がないんです案件がないのお願いしましょうか。だからもう お願いしないと、だ皆さんお願いします。本当にあの案件をくださいはい、全然あのメールでもいいですし、自薦他薦問いませんのでこちらですね。小さく来て、はい、こちらですね。中国違くないですか。それ違うし、これじゃないか、これじゃない、それ違うよ。人んちですよ、人んち。こっち、あ、こっち。ごめんなさい、ごめんなさい、人んちだった。ちょっとね、見て見て、これほら、あら、おい、見てこれほら、元住吉の顔ですよ、スーちゃん。すごい、スーちゃん。今から彼女にちょっと施術をね、受けに行きたいんですよ。はい、なんかチラッと聞いた情報によると、うん、随分腰が痛いらしいじゃないですか。そうなのよ、ジンさん。僕ね、あの前回もそうです、撮影のたんびにぎっくり手前なのよ、うん、もう腰がやばいんですよということで、ちょっとスーちゃんのとこ行きます。はい、はい。こんにちは。こんにちは。あ、ほら、いた。こんにちは。すーちゃん。見て、じんさん、ちょっと開けていい？じんさん、ほら、同じポスターね。同じ子がいる。同じ子いるから。ここに。彼女から。同じ顔してもらっていいですか？同じ顔いる、ほら。やるんだ。優しい。やるのよ、彼女は。優しい。すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、社長あ、こんなに大きい声で話して大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、社長いたじゃない、社長ちょっと今出なきゃいけない、ね、社長急に隠れたってね。いや、撮影しながら入ってくるっていうから、ね、キミッキーそう、お世話になってます。ありがとうございます。新村くんです。どうもありがとうございます。こうなんか Facebook 等々で2人とも顔見てるから、これでももう 1年ぐらいあってない。そうです、久しぶりになりました、ね、ですよね。はい、そうです、そうです。なので全然久しぶりの感じがしないいやいやいや、今日ちょっとお世話になります。どうぞよろしくお願いします。いいマッサージ受けてください、はいはい、ありがとうございます。もうあの実はお店の説明とかいらないから、はい、雑雑なんか辛いところとかあります？辛いところ、はい、ちょっと頭がね、やばいんですよ。頭がやばい、だいぶ頭がぶっ飛んできたんで。あとね、ちょっと経済的なところはやっぱ厳しい。お財布ね、お財布事情ね、台所、台所事情はね、なかなか。俺この間一回あの財布なくしてるから、また人生、人生3回目、うん、なくしちゃった。なくしすぎ。あのどこだっけな、仙台に置いてきちゃった。あ、腰がやばい、腰がやばい、この右のケツがやばいんですよ。おー、まあ、スイちゃんにお尻をなんとかしてもらおうと思って右のケツね。しびれます？しびれはしないけど、でもちょっとこの辺までは、うん、あれ、やばいなみたいな。なんかこう、だるくてこうずっと叩きたくなるような感じですか、うん、うん、あのね、ここをね、こうやって押してたい、うん、押してたいね、こうやって押してたい、ずーっとこうね、こうやってやってたい、はい、あとやっぱさ、ジンさんもう太りすぎだよ俺。気にしないでください気にしてよそこ気にしてよ大丈夫です、うん、あ、痛い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 。このフラッサーがリュックで言うと、うん、僕は対古式マッサージ以来ですから。ああ、ね、なるほど。対古式マッサージを受けて、うん、あのやばいやつですね。やばいって、なんか、うん、吉見さん、もう完全にこれ動画にできません、もうエロすぎますっつって女子との絡みがエロすぎるってすげー言われた。これは痛い、腰にきます、きます、うん、はい、ねえ、小清水さん、このパズルすごいよ、はい、
なんでパズルに興味持っちゃうのよ。これすごい。施術に興味持ってちょっと。1000ピースパズルです。あのコロナ禍で、うん、あのお客さんが来ない時にもうひたすら1000ピースパズルやって。響きにもそんな時代があったんだね。これ腰きますか。これはね、そんなでもない。やっぱり右だね。曲げ。どうでしょう。うん、痛い。そうだね、前回ケンジやってたことな。うん、あの面白いことに足先がこっちの方が外に開いてる。本当に？おかしなことになってるよ。こっちの方がお尻の張りが強いんですよ。こう外に開いちゃうんだ。あ、開く。耐えられないの、こうやって。そう、あの引っ張られちゃって。結構開くの楽、足開くの楽。あとスーちゃん、あとね、俺ね、はいはい、最近ね、これもあるんだけど、アキレス腱めちゃくちゃ痛いんだけど。お、じゃあふくらはぎがめちゃくちゃ痛いじゃん。あ、そうなの。うん、アキレス腱、そう、切れそうな感じですか。切れそうな感じ。切れたことないから分かんない。そうね。あ、でも今触って揉んでくれて、痛い痛い痛い。これ痛いね。痛い。うん、なんかそーっとしか触ってないのに今の。本当に痛いの。いや、痛いよ。これ結構痛い、アキレス腱。やばいね。あぁ、あら、結構サンダル履いてます。うん。この夏はやっぱ暑かったからサンダルの方でやらせていただいた。これはあの、すねが張りすぎて、うん、多分こっち側も張っちゃってるような感じですね。そうやって、それはね、痛くはない。うん、サンダル履くと脱げないようにこういう風にね、足上がるんですよ。はいはいはい。そうすると、こっち側が縮んで、こっち側が伸びた状態で全部走るようになるので、ここら辺が突っ張っちゃうんですよ。なるほど。そう、だから、これはあのすねを緩めないと、多分こっちが痛いのはね、変わんないと思います。これちゃんと施術打たないとさ。大丈夫、大丈夫。ここのメリットあんの、これ、すずちゃんだけ打たせてて。もうメリットだらけだよね。そっか。ずっとこれだけで。痛い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 。何やってるんですか。小清水さん、あの外側重心になり、なりがちな感じがするの。そう、大脚なんですよ僕、ね、サッカーだった関係もあって、うん、だからかなり外側になる、ね。うん、だからこの辺も多分すごい入る、うん、今のね、そこ痛い、そこ痛い、ね、何やってるんですかそれ。でもなんか僕、本当にマッサージ大嫌いだったんですよ。でもこうフラッサン行くでいろいろやっていただくじゃないですか。やっぱりマッサージって気持ちいいなって思い始めちゃった。あー、いい。あー、それいい。うわー、痛い、そこ。あれ、わけわけは何曜日に出てるの、すーちゃん。金曜日です。金曜日？はい。それ以外はここで。そう、金曜日は一日向こうにいて、うん、土日が終わっ、そのこっちの診療が終わったら向こうに夜から行くって感じですね。あ、そっか、夜までやってんのか。うん、わけわけ何時まで。10時。なかなかやってるんだよ。じゃあスーちゃんに会いたい人は金曜日にわけわけに行ってください。ここはもう予約。ここは予約ですね。まあ、飛び込みでね、いらっしゃる方も1ヶ月に何かはいるんですけど、ね、うん、もう予約優先でやってるので、うん、電話いただくか、まあ、ネット予約、はい、概要欄に貼っときます。はい、ありがとうございます。予約はOK です。で、あとは基本的にはやってる。ほら、ほんとだ、すごい曲がるようになってる。ほんとに。全然わかんないよ。あ、今指を終わっちゃって、分かったけど同じ場所にあるね。うん、うん、さっき全然こうですもんね。うん、すごいね。すごい速い。速い。落ちるのが速い。だって本当にこうできなかったんだ、こうあって、うん、ずっとこうで、ね、前髪になっちゃいますね。なっちゃうですよ。どうですか、仁さん、変わりました、なんか。うん、あんまり。
でしょうね。でしょうね。最後にちょっと話してみましょうかね。はい。聞くことないの。聞くことないの。もう入っちゃってるなんか気持ちよくて。そう。でも結構週に何人もやるんでしょう。一日何人ぐらいやるんですかこれ。一日まあ多い時だと4、5、週末は4人5人ぐらいが。4、5人。うん。自分が疲れちゃうんじゃないのこれ。まあでもあのマッサージって基本的に体動かしてるからそんなに疲れないんですよ。なるほど。そういうことか。でまあ疲れたらあの院長に。あ、院長にやってもらうわけね。そう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 。なるほど。まあお互い。はいはい、はい、はい。やってね。なるほど。そうですか。だからね、さっきお話したんですけど、結構地元のイベントとかもいろいろ頑張って精力的にやられてるので、はい、ちょっとね、動画上げるのが遅くなるので、今週末の話とかしても全部切っちゃうんであれなんですけど、はい、ぜひまた元住吉のイベントとか、小津通り系、小津通り商店街とか、うん、あとはその中原区だったりとか川崎市のイベントにも出ます、はい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 、なのでスーちゃんに会いたい方はイベントとしてわけわけと響きで来ていただければと思いますので、ぜひ遊びに来てください、ね、接しやすいんですよこの人、はい、院長もいい人なので講演活動行っちゃいましたけどね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。楽になったわ。本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。